今回は動画で剣道さんに剣道さん的な絶対に外せないメールはというのをいくつかご紹介いただければと。了解です。ずらっと用意しておりますが、はい、これまあ絶対外せないメールはフィールドとか時期にもよるのであれなんですけど、今日の釣りにおいてもう外せない、まあ、春の琵琶湖、まあ、で北エリアなんですけど、ほとんどのルアーが1年を通じて使えるようにもちろん1年を通じて使えるし、フィールドも琵琶湖に限ったものではない、もう自分の中のスーパー王道ルアーの中から今日に合わせてあのセレクトした感じになりますね。はい、はい、から紹介を。はい、じゃあもうこれですよ。はい、もうこれは何でしょうか。ズームスワンプクローラーネコリグです。もうしかもスカンパのもうこれぞ琵琶湖リアルやみたいな感じなんですけど、まあ、琵琶湖に限ったことじゃないですけどね、もう土定番です。でまあやっぱりその琵琶湖だけではないです、もう本当全国どこに行くのでももう欠かせない一品、まず、安いこれ言っちゃうともうしょうがないんですけど、まあ、最近その円のレートが変わってきてちょっと高くなってはきてますけど、まあコスパがいいっていうことです。であとはそのやっぱり国産のものは国産のものでいいし僕も使うんですよ。なんですけど身持ちがいい。なので例えばウィードに引っ掛けてとか、そのハードボトムズリズリやってとかっていう時にやっぱり身持ちがいいんですよ。で魚釣ってワームが飛んでったとかっていうのも、基本的に少ない。であとワームの素材自体に張りがあるので、僕は結構そのネコリグをやるときに柔らかくてボニョボニョしたやつよりも結構パリッとして張りのある動きを出してくれるものが好きというか、それ使い分けるんですけど、このスワンプに関しては比較的その張りのある方のマテリアルなので、しっかりもう動かしてその水を噛んでなんかその帰りも良くてみたいな、そういうイメージで使うことが多いです。動きがなんて言うんだろうな、ライブリーというか、ライブリーって言ったらおかしいな、動きにバネ感がある。だから動きがのたっていうよりはパリッパリッっていうのが本当は自分の中ではすごい好みで、特にそのもう水温もね10度近くなってきて、でやる気のある動けるバスは動いてるんですけど、そうは言ってもやっぱりリアクションでスイッチを入れていきたいって時にポヨンポヨンしてるものよりはパリッとバシッと動いてほしいっていうのが自分の中にあるんですよ。なんでリアクション意識みたいな、リアクション意識、僕のネコリグは俺ごときが語るのもあれなんですけど、僕の中でネコリグはジャークベイトに近いニュアンス、もう当然スローに誘ってもじょもじょして食わせの釣りで猫を使うこともあるけど、この時期に関して言えば比較的そのリアクションで食わせたいので、国産のその柔らかいマテリアルのものよりはこういうスワンプとかで張りがあってパリッパリッとなるものが好きです。でスカッパーの本当はもっとパリッ、色によってズームのワームはやっぱり素材感が違うんですよ。なんで本当はもっと透明感のある色、色素の薄くて透明感があって塩の少ない色にすればもっと張りが出るんですけど、なんですけどその経験上やっぱその塩の少ない
あのベターザンソルトよりはあのスーパーソルトプラスみたいなその塩が入ってるやつの方が食いがいいイメージがある。あと色味的にやっぱりこのスカッパノンとかそういうちょっと茶色とか赤みがかった色がなんか好き個人的にっていうのもあって、その最大公約数的にこのスカッパノンを使ってます。変に ああいうラメっていうかフレークとか入ってるやつよりは入ってもないものの方があのやっぱり張りが強い気がするし、あの張り持ちもいい気がするので、そういうのもあってこれです。張り持ちに関してなんですけど、うん、張り持ちがいいということですか。はい、まあ、その今も使われているように、まあ、チューブを使用して使うことが多いのかなと、はい、うん、実はこれチューブついてるんですけど、あのチューブついてますよね。僕チューブ使わないんですよ。実を言うとこのチューブがなんでついてるかって言ったら、中古屋で買ったらチューブがついてたもうで、そうそうそう、で、あらチューブついてるやんけと思ったけど、外すのもめんどくさいでしょ。あのめんどくさいんですよ。めんどくさいし、外したらペコってへこんでんの、もうあとついちゃって。なのでとりあえずまあいいかっていう適当な理由であれしてます。ただ新品で買った時に僕はチューブをつけないです。深くグッと刺してこのくらい深めに刺して、しかもちょっと透けてないから見にくいと思うんですけど、あのすんなり刺すっていうよりは V 字な感じで刺すんですよ。そうすると中で針を一回刺してキュッキュッっていう感じで刺すと比較的抜けにくくなるのと、どうしてもその特にチューブつけた上で今身を刺してますけど、チューブにかけちゃう人いるじゃないですか。チューブに針を刺すって、うん、刺すっていうかチューブにでホールドさせる、はいはい、とにかくここの針が入ってる部分を長くしたいんですよ。っていうのがここをキールにして背骨にして面を作って水を受けてあげたい。だからここの折れ曲がりのをできるだけ広くしたいんですね。こうできるんだったらこうしたいぐらい。なんでかっていうと面だと水をしっかり受けるから。これが点でなってしまうと水を逃がすじゃないですか。そうするとアクションさせた時に面だったら水受けて止まってくれるけど、点になったら水逃がしてこっちに来ちゃうわけですよ。猫リグってやっぱり強いよりアクションしながらも止めて刻んでいけるというのが強みだと思うので、そういう意味でしっかり刺してキールを作る刺し方をしたいから、だからチューブは いらん。スワンプクローラーにまつわるこう、はい、スワンプはですね、僕そのもうそれこそ20年以上前ですからね、スワンプが国内で流行り始めるぐらいの時に、当時山中湖に通ってて、山中湖でみんなやっぱ強いトーナメンターとかみんなスワンプを使ってたんですよ。で河口湖もまだワーム禁止じゃなくて、で強い人たちみんなスワンプでやってて、その時にの仲の良かった JB のマスターズに出てた子が、スワンプクローラーはジャークベイトですと、まあ、さっきも言いましたけど、ソフトにソフトにライトリグ的に使うんじゃなくてもう跳ねさせてなんぼですよっていうのを教えてくれて、でそれがもう自分の中のスワンプの超原点なんですよ。もうとにかくソフトにやって釣るのも当然あるんだけど、そのパッってい もう瞬発的な動きで、かつそれをそこで止めることができるっていう、だからリアクションの釣りっていうイメージで使うっていうのがすごい、そっからもうなんて言うんだろうな、ネコリグブレイクスルーというか、スワンプブレイクスルーというか、そういうのをした思い出があって、今も基本はそれです。だからそういう感じのルアー、まあ正直これだけ持って
行って釣りしろって言われて、これ琵琶湖編、琵琶湖で1個だけ持ってって釣りしろって言われたらもう、あ、もう、はい、これでいいっすみたいな2つ目はこれ、ズームです。ベイビーブラッシュホッグです。ほい、ちょっとそうですね、今日はヘビダンで使おうと思ってヘビダンでリグってたんですけど、もう今日に関して言えば、ちょっと軟化して流入河川安川とか市川とかのカバーの、あのシャローのフリップとかでやれたらいいなと思ってリグりました。結局のところガソリン代がもったいなくていかないっていうねこれ超現実なんですけど、まあこれもスワンプも一緒ですけど、時期、場所問わずもう自分の中の絶対必須ルアーの一つです。でこれは自分的には本当に、なんだろうな、どうだろう、みんなこういうホッグ系とかって何で使うんだろう、テキサスとかジグトレーラーとかヘビダンとかいろいろだと思いますけど、僕もいろいろ使うんですけど、ベビーブラッシュホッグに関して言えばやっぱヘビーダウンショットリグで、ベビーブラッシュホッグってやっぱそのパーツはいっぱいあるけどそんなに強くないんですよ結局のところ。だって水押しそうに見えるけど基本的には水こうだから水は押せないですよね、押せないですよ。でボディも細っこいし、このカーリテールだってこんなもん水押すかっていうぐらいの貧弱さですよ。で見た目は派手なんだけど、派手っぽく見えるんだけど実は意外に弱いっていうのが自分の中の認識で、ポニョ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 パーツがいっぱいあって動くんだけど、そんなになんかああいうエスケープツインとかは逆にベロンベロン水を押してくれる感じだけど、これはちょっと自分の中で守りに入って、ちょっと手堅く、すいません、ちょっと弱いっす俺みたいな感じのセレクトです。でこだわりが、はい、頭を絶対に切るんですよ、はい、どれぐらい切るんですか。もう本当にほんのちょっと先が丸くなってるじゃないですか。そこを切ってとにかくここに面を作るってことです。不規則な面を、不規則な面を、ハサミで貯金、ダメそれダメそれダメハサミで貯金はダメなの。これも人から教わったんですけど、結局じゃあヘビーダウンショット、まあダウンショット全般にも言いますけど、ヘビーダウンショットな、このなんでブラッシュホッグをダウンショットで使いたいのか、これ入れるじゃないですか。でシェイクっていうかアクションさせた時に止まってほしいんですよ。スワンプの時も言いましたけど、そのスライドしてほしくない。とにかく水を受けて前に行きたくないですっていう感じを出したいんですよ。その時にここが真っ平らだと水をもしある角度で スルーしてしまったらスライドしちゃうじゃないですかみたいな。それが不規則だったらどっかしらを水を受ける。でもこれね、はっきり言ってファンタジーですよ。もう完全なる思い込み、もう本当妄想の世界でしかないけど、そのくらいしっかり止まってほしい。止まってくれるってことはその反発も出せるから、弱いんだけどそういう動きのその反発感っていうか、そういうメリハリを出せるなあっていうのが一個あります。でさらに言うと、このリーダーの長さも、今これとりあえず適当にこうやってリグってますけど、もっと短ければ短いほどやっぱその振り幅がクイックに、振り幅じゃない、振りスピードがクイックになるので、なのでショートダウン、ショートリーダーのダウン、ヘビーダウンでちょん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 ってやって、ホッ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 ってやりたい。そんな感じでこのこういうリグ、色はこれあくまでももう本当に思い入れでしかないんですけど、この
ウォーターメロンレッドフレーク、もうなんだろうね、なんかもう本当に赤いポルシェみたいなもんですよ様式美、完全に様式美、すごい経験則としてすごい釣れていい思い出があるからすごい好きだっていう、これとスカッパノンと黒だね。もうこの3色があればもう僕はベイビーブラショーグはもうごちそうさまですっていう感じ。スワンプにしてもこのブラショーグにしても何があってマテリアルなんですよ。そのやっぱり身持ちがいい、これすごい重要で、特にブラショーグなんかをそのカバーに打っていく、そんなヘビーカバーには打たないですけど、ライトなフリップとかで打っていってもやっぱり何かに引っかかった時にポロンとか外れたりとかずれたりとか切れたりするのがとにかく嫌なんです。なんですけどそのこのズームのマテリアルっていうのはそういうのに非常になんか強いヘビーデューティーな素材感、これは忘れ去られたらちょっと寂しいなっていうルアーです。ちなみにオリジナルサイズのブラッシュホッグも嫌いではないんですけど、圧倒的にベイビーブラッシュホッグの方がもう自他ともに実績が高い、もうこれはなんでだろうな、なんでだろう。1グラブだけで何とかしてみろ、そうすれば見える世界があるぞ。バスに訴えかける何かが染み出てるとしか思えないよ。はい、来ました。はい、ゲーリー編、3つゲーリーのありますね。まずはとりあえず並び順でレッグアーム、まあ、上手もがなの、はい、まあレッグアームダウンショット、もうこれ以上何を語ろうか、もうこれ以上語るべきことはあるんだろうかっていうぐらいレッグアームのダウンショットですよ。まあただ残念なことにこれグリーンパンプキン、もう正直グリーンパンもいいんですけど、まあもう極論っすよ、黒がこの船にちょっと積み忘れてた。本当だったらここに黒のレッグアームのダウンショットって言いたかった、そのくらい黒がなんかすごい好きでね、レッグアームに関してはこれはもう本当に手堅い、これはもう最終的な、今日に関して言えば最終的な抑え中の抑えみたいな、まあ、うん、やっぱりアマターでシャットテール、はい、なんで、うん、これね、もう本当にこれ言ったらもう元も子もないですけど、いやもう釣れるから人質として釣れるから、で経験則としてこのもう安心感ですよね。例えばその動きがどうだとか、なんかシェイプがなんだとか、なんか持ってる魔力があるとか、なんかそういうのをこじつけようと思えばつけれるのかもしれないですけど、単純にこのサイズ感のこの手のワームをいろいろ使ってみたんですよ。やっぱりこのゲーリーマテリアルって素晴らしいんだなって思わされたんですよ。なのでもう本当にすいません、もう語りたくても語れないぐらい、なんかわかんないけど、なんかもうカップヌードルみたいなもんですよ。他のカップラーメンと比べてどこがどうなんだって言われると、いやカップヌードルなんでみたいな、すいませんみたいな感じの、もう仕方ない、テールが切れても釣れるよ
ぶっちゃけそれこそ北港だとやっぱ夏以降1日小バス100匹みたいなのよくあるわけですよ。そういうところで投げるとテールがギルにかじられてなくなって、それでももったいないから投げる。でもそれでもやっぱ釣れるんですよね。それなんでだろう、わかんない。このリブがいいのかテールなのか。でもテールなくても釣れるぞ、まあ、だから魔力がバスをときめかせる何かがあるんだと思ってます。ダウンショットで使うっていうのが大事なんですか。そうだね、もうそこはもう俺の中の様式美。もうレグはまあダウンショットできれば、あの今日はちょっとでかいのが釣れるかもしれないからっていうので、ベイトフィネスであの針の軸も太くして、あの糸も太くしてリグりましたけど、基本はもうライトライン、あのライトタックルでスピニングでやるのがやっぱあのなんていうのかな、レッグアームに対する礼儀というか流儀というか、そんな感じだと思ってます。もうなんだろうな、もうあんまこれは愛情でしかないからな、あんまり語れない。ただ本当にここ琵琶湖なんであれなんですけど、僕もともと関東で霞ヶ浦とか通ってたじゃないですか。でやっぱり今日何やってもダメですと、ほんと今日無理って思うけど、もう北利根川 のハードボトムとかあのテトラとかでレッグアームでダウンショットやってたらもう何かしら釣れるんですよみたいな、やっぱもうそういうのがその裏付けがあるので、お守り、お守り、そのでかいのを釣っていくって考えると、あのわざわざそのやる気のあるやつ釣っていくから、そんなにここまでサイズを落とす必要はないかなとも思うんですけど、今日に関して言えば、ま、一気に気温がゴンと落ちて、しかも昨日が爆風で大荒れで、魚がなんかもう本当にちょっともう、なってる可能性があるかもしれないと思ったわけですよ。その時にそのなんでちっちゃいルアーかっていうと、ちっちゃいルアーって普通に考えるとちっちゃいから食いやすいでしょみたいな、擦れてるからちっちゃいルアーがいいですよねみたいなのもなくはないと思うんですけど、大きいルアーとちっちゃいルアーだったらちっちゃいルアーの方がよりリアクティブ、リアクション要素が強いと思ってるんですね。わかるかな。大きいものがボワーンボワーンボワーンってしてるよりも、ちっちゃいのがなんかピャッといったらうっつって、それこそ本当にでかい、もうどっから見てもわかるでかいダンプカーがビューンと行くよりも、めっちゃめちゃ速いゲンチャリがビューンっていったらボワーンってなるみたいな、大男がのそのそ歩くよりもちっちゃいもう3歳児がテカ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 って走る方がうっって目についちゃうみたいなのがルアーでもあると思うんですよ。そういう意味で食わせの意味のちっちゃいっていうよりは、ちっちゃいゆえの鋭いリアクションみたいなところがあるんですよ、あるんです。でシャッドテール、まあこれはシャッドテールなのは、さっきはまあテール切っても食うんですけど、今この時期に関して言えばやっぱ止まってほしい。だからピンテールのものよりもシャッドテール、まあ言ったら止める要素が出るじゃないですか。でもこれは本当に日本全国、遠賀川から、地方の野池から霞ヶ浦から、もう最終駅をお願いします、助けてくださいっていう、だから今日も助けてください的な存在として用意しました。4インチグラブ、これはもう俺の王道ですよ。これはなんとなく思い入れが強いから今回ここに置いたの感じですね。正直これで釣りたいよ的なルアーだから、これが釣れるんですよっていうよりは、これで釣りたいよ的な感じで置いたのがでかいです、あの正直。そして王道であるっていうところ
で置いたのがでかいです。で実際にじゃあ、今テールつけてますけど、多分みんなもそうだと思うけど、今イモグラブで使う人の方が逆に多いんじゃねえかなぐらいの、テールついたままグラブ使ってる人ってジグトレーラー以外でどんだけいるんだろうなって思うんですけど、今回は今これ脳進化であれしてますけど、今回はスプリットショットリグで使いたくて用意しました。基本この時期も魚が深いところにもいるけども、やる気のあるやつは浅いとこ入ってきて、もう産卵に備えて浅いとこを打ち切り始めてる。でハードボトムのあたりにまあちょっとやる気のあるオスがいたりして、でそのボトムで釣っていく時に、何でもいいですよ、極論言い方悪いですけど何でもいいんですけど、そのスプリットショットグラブ4インチグラブのスプリットショットって言ったら、そのバスブーム、かつてのバスブームの当時のなんていうのかな、もう黄金率なわけじゃないですか。もうそれをね、なんか今それで釣りたくて、これはなんだろうな、本当に全部できるわけですよ。そのグラミンバズで表層できる、それこそ今回スプリットショットでそこをズルズルできる、テキサスにして巻けばいわゆる巻きルアーとしても使える、ジグヘッドにして巻いて巻きルアーにできる、でテールカットして芋グラブにすりゃいわゆるコーヒー重脳進化、もうカバースキャットのめちゃちっちゃいやつみたいなノリですわな、でできる、でジグのトレーラーにもなる、本当に何でもできる万能選手なわけですよ。しかもゲーリーマテリアル、そうなのよ、しかもゲーリーマテリアルですよ。もうなんて言うんだろうな、俺は このグラブでバスフィッシングの何たるかの半分ぐらいは学んだわけですよ。もうそんな素晴らしいルアーをみんな忘れちゃいけないと思ってるわけですよ。伸び悩んでる初心者から中級者に移行 しつつある人たち、とりあえず1年間4インチグラム使ってみろと、4インチグラムだけで何とかしてみろ、そうすれば見える世界があるぞと言いたい。あとはその巻きの釣りが苦手な人もまだいっぱいいると思うんですよ。で確かにハードルアーだから釣れねえよな、やっぱワームなら釣れんだけど硬いルアー巻きの釣りって釣れねえよなって思ってるんだったら、まあこれジグヘッドでリグって投げて巻いてみりゃいいんですよ。テキサスリグにしてとりあえず巻いてくりゃいいですよ。それでパクッと食いたら少なくとも巻いては食うんだと思うから、そっからじゃあワームで巻いて食うのはなんとなく分かったからハードにしてみっかって思えば、僕はそうでした。僕は昔そういうハードルアーの釣りが苦手っていうか、釣れるけどなんか確信を持てなくて、だから巻いて釣るっていうのをこれで覚えてハードに移行していった経歴があります。なのでそういう意味ではなんか釣り人をね育ててくれるルアーなんだと勝手に位置づけてますよ。推奨、文部省推奨みたいな感じ、忍者推奨、釣りが上手くなるルアーかな。続きまして第3番線香です。まあとりあえず今回は4インチですけど、まあ4インチ、まあ王道だということで4インチ線香、これはね今琵琶湖だとカバースキャットとかそのそういうのが流行りじゃないですか。で実際自分も自分はあんまり使わないんですけど、自分もガイドの時にお客さんとか持ってこられて使ってもらったりすることもあるんですけど、やっぱりそのコーヒー重脳進化の原点
であるってことですよ。でそのやっぱ深いところとかで4インチの線香でってなるとやっぱ使用感とかの問題で分厚いてやりづらかったりするのはあるんですけど、今の時期だともう浅いところ水深3メーターとかもう4メーターより浅いところでできちゃうので、もう線香で全然やれる、やりきれちゃうレンジでも、これは琵琶湖に限ったことじゃないです、日本全国どこでも使える、やっぱりもう本当にザ王道、どこでもいつでも使えて釣れるっていう、そういう意味でもう線香はもう押さえとこうというね。まあやっぱ線香ってその本当に歴史的名作だから、この後追い のフォロワー的ルアーはアメリカ行けばいっぱいあるし、あったじゃないですか。だけどやっぱ使い比べても線香なんだよ。シェイプも、まあ、比重的にもちょっとは違うとしてもほぼ似た感じだけど、絶対に線香なんですよ使い比べると。なんだろうね、なんだと思う。絶対バスに訴えかける何かが染み出てるとしか思えないな。もしくはなんか念が入ってるとかね、もうなんかすごいもうスピリチュアルな何かがあると思う。もうそのくらいの本当バスマグネットみたいな、バスをもう吸引引きつける何かが入ってるこの線香を、君たちちょっと最近軽く見てないかと。もう線香だよ。やっぱりまあフォールベイト、そうですね、フォールベイトとしての使い方があれですけど、でもキャロの具としてもやっぱりいいし、テキサスの、テキサスの具としてもいいし、なんならジグヘッドワッキーとかで使っても釣れるし、これも本当にね万能ですよ。超万能、何でもできるし何でも釣れますよ、ね、何でもできるし何でも釣れるんだよねこれで。今日はもうやっぱね線香の何たるかを感じたくて脳進化でリグりました。もうただ状況的には多分ジグヘッドとかああいうネットリグみたいな、もうジグヘッド的なやつで使うのもありかなとは思うんですけど、ちょっとやっぱ今年はみんな今一度線香にちょっと立ち返ってですね、線香を感じてほしい。まあ5インチ6インチ3インチファットもっとちっちゃいのもあるし、もうサイズはあれですけど、やっぱ様式美でいうと4インチかな5インチかなっていう初期メンバー、3インチファットとか僕はすごい3インチファット使うんですけど、実はなんですけど3インチファットは新加入みたいな、もうブラックサバスに置いたロニー・ジェームス・ディオみたいな、オージー・オズボンじゃねえんだみたいな感じで、好きなんだけどな、オリジナルメンバーじゃないんだよなみたいなねところがあるので、オリジナルメンバーまずちょっと味わって欲しいな。こんな好き勝手喋ってていいんだろうか。初めて見た時はこんなでかいワームって思ったけど、まあ琵琶湖の王道スイミングマスター、でかいのかかった時に針が伸びない。はい、はい、次はデス6、デスアダー6インチ、もうこれはもう琵琶湖ですからね、外せないです。まあ琵琶湖においては最近はねカバースキャットになんかその押されてる感じのあれがありますけど、また別物ですからね。そのやっぱり元祖デカバス専用ワームの凄みですよ。でもうもはやでかくないそうですね、うん、初めて見た時はこんなでかいワームって思ったけど、今やもうこれは全くでかくない
食べ頃サイズですね。で今日はまあフリーリーグテキサスとかで、まあノーシンカーでもいいけど、ちょっとやっぱり比重的にはちょっと高比重とはいえちょっと沈みが遅いので、なのでまあ魚がちょっと下目、ね、今日は下目にいる感じがしたので、最初ノーシンカーでリグってましたけど、途中からテキサスフリーリグに変えました。もともとこれ使い始めたのってデスアダーが発売されて即うちの兄が使い始めて、で当時は霞でしたけど、もう霞ヶ浦でこのサイズって当時はもうでかいよと、もう本当線香4インチですよ、みんな線香4インチの時代にこんなでかいのでって思ったんですけど、とにかく殺人的にうちの兄が釣ってたわけですよ。しかももうでかいのばっかり、まあよく釣れた時代でもあったけど、で それを見て、なんだこのなんて言うんだろう、魔力を持ったルアーはと。でもやっぱ見た目がこれじゃないですか。だからもう信用できないわけですよ、隣で釣られても。でシンプルすぎるのと、あとやっぱでかいし、ちょっと理解できませんわみたいな感じのがあったんです。なんだけど、まあいっか、ちょっと乗ってみようと思って投げ始めたら、まあ釣れるわ釣れるわね、もう何ですかこれはと。もう今までこんなのでかくてバス食わへんやろうと思ってたのが、まあ見事にガブ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 食うわけですよ。もうそれからもう私も虜になりましてね。もう基本ノーシンカー、霞だったからもうノーシンカーのカバー打ちオフセットで、もうこんな感じ、この感じでペシペシ打って、で沈めてカップで、まあ、あの場所によっては表層ツーッと、あのなんていうの、合い地引きでツーッと引き波立ててガブみたいなね。もうまあその言ったら当時はその二刀流しかやってないわけです。でも琵琶湖によく来るようになって、それこそあキャロでも釣れるんだ、あカバーテキサスで言ったら釣れるんだみたいなのもやっぱり出てきて、これもう万能選手ですねと。であとは本当に今はやっぱスイムジグとかジグのスイミングっていうとシャッドテールなイメージでみんなやるっすけど、多分その中層のジグのスイミングで一番最初にやっぱ大きなムーブメントが起きたのはハイパーフットボールジグにデスアダーをつけてノーカンジで巻いてくるっていうのが多分一番最初っていうか、大きい流れとしては多分それが一番最初だと思うんです。スコーンリグって名前が出たのできたのはその後だから、だからもうそのな何やってるか分かんないですよ。だって抵抗ないから、フィーってやってたらなんかおなんか軽くなったなみたいな、そんで合わせたらダメだぞっつって巻い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 て重くなったらゴーみたいなので、もうその完全に何もない、その何もない、もうシャッドテールのスコーンリグとかは、まあ、やっぱ引き抵抗あるじゃないですか、プルプル感、それもない、なんかよくわかんない、しかもシェイクもしない、ボーみたいな、ボーみたいな、だからやっぱ何もないけど魔力のあるワームなんだなってさらにその時思いましたね。フォールはだってフォールのインパクトで釣れるじゃん。だけどまあ確かにスカートついてるけどスーですよ。個人的に、はい、縦差し横差し、はい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 、今縦差しになってます、ね、うん今縦差しになってます。は縦差しがおすすめは、はい、いやあの場合によるゆっくり沈めたい時は横差し、あの 面を、うん、面を作って、うん、面をだけど今日とかはあのやっぱり早く深いところまで沈めたいので縦差しで、表層を引く時も横差し、うん、でこのスリップスリットがあるじゃないですか、スリットがあるんですけど、スリットはもう必ず
あのスリットが下になるように、スリットが上ではないです。これ結構間違える人も、スリット側から針を刺すっていうのが鉄則。そして俺的なこだわりですよ、今はちょっとあのなかったんで適当な針つけちゃいましたけど、俺的なこだわり、もうこれは本当にね思い込みでしかない、宗教なんですけど、デスアダー6インチにはすごいフックの50がいい。ま、好きなだけです。もうあの様式美なんで、そこはもう完全に様式美です。続いて、はい、ジグを2つ選んでいただいてる、ははははは、まあ、ちょっと1個ずつ、これジグつながりで、ジグつながりで、まあハイパーフットボールの話をしたのにハイパーフットボールを出さないのが申し訳ないんですけど、まあ琵琶湖の王道スイミングマスター、ループス国母プロの監修したスムージグ、ハイパーフットボールはガードないですね、ガードないですね。でまあ正直ハイパーフットボールでも何の不満もないというか、ハイパーフットボールでダメな理由は全くないし、ずっともともともそれでやってたわけですけど、ただやっぱそのウィードだったりそのカバー絡むとこだったりガードがある方がやっぱ何かと使いやすかったりするので、そういう意味ではカバーに絡めて釣っていけるっていうところと、まあ言ったら、ま、スイムジグであるけど打とうと思ったら打てるわけですよ、ガードがついてるから。だから打った上で巻いてくることもできるので、やっぱりいろんな使い方ができて汎用性が高いっていう意味で、やっぱり最近はこのガード付きのスイムジグを使うことが多いです。で多分、まあ、スイムジグってまあ日本全国いろいろ使うしあれだけど、やっぱ琵琶湖は圧倒的にその使用率が高いと思うんですよ、スイムジグの。その中でもやっぱ多分一番使われてて、で一番実績も高くて、うん、そういう意味でやっぱ裏付けのある王道のスイムジグだと思います。で僕も、ね、やっぱ安心感ですね、いろんなスイムジグあるけど供給も比較的安定してて、まあ手に入りやすいし、まあ、ラップスイマーは比較的そのちょっと華奢じゃないですか。であとその弱い 微弱というか、あの波動は若干弱いけどボディのそのロール感でボディがやっぱ明滅するんですよ。だからミノーの巻きみたいな、弱いミノーの巻き的なイメージで使いたいので、この時期ちょっとバラップスイマーをつけてるんですけど、うん、ジグが、これがフットボールがヘッドロックジグです。デプスヘッドロックジグに、わかるかな、これはビッフルバグだよ、ビッフルバグジュニア、もうそう言いたいだけ、もうすいません本当、あのビッフルバグジュニアって言いたいだけだから、そこにあんまり深い意味はないんです。ジグはもう単純にこれ琵琶湖なんで、安心感、針が伸びないっていうこと、でかいのかかった時に針が伸びない、であとやっぱ針先が若干眠ってるんですよ。なのでやっぱそんなバレるもんでもないですけど、やっぱ気持ちあのバレにくいかなっていうのがあるっすね。でこのなんて言ったらいいんだろう、パドルテール的な感じのところにこの動くんだか動かないんだか分かんないこの手、これが面で水をやっぱり押してくれるっていうところです。やっぱ面だね、水を押したい、それが一個でかいかな。だからホグ系とかクロー系とかチャンク系でもいいんですけど、自分の中ではその例えば、深い春節のボトムでズリズリやってる時とかに
とにかく水を押して気づいてほしいから面がしっかりできるこういうワームがすごい好きで使ってます。きた、よっしゃ、一番俺が得意なやつでぶっといのが、ほい、これあちょっと針の伸びちゃってますけど、ベビーシャッド、ラッキークラフト、もうこれはもうシャッドの、まあ、元祖ジャパニーズシャッドと言ってもいいんじゃないでしょうか。シャッドって普通のルアーになりましたけど、このベビーシャッドの時代ってなんかすごい特別なルアーみたいな感じがあったし、当時はクランキング、今はシャッドってクランキング的な使い方する人も多いですけど、当時はなんかミノーの延長みたいな感じでティッティッティッティみたいな使い方をする人が多かったと思います。で実際に僕も未だにベビーシャッドは巻きメインではなくて、そういうティッティッっていうトゥイッチ的な感じで使うことが多いです。逆に今じゃあ皆さん、世の皆さんに問います、シャッドの釣りってどういう釣りですかって言ったら、ちょっと寒い時期に巻いて釣っていくみたいなイメージがをする人が多い気がするんですよ。止め、あのストップアンドゴーはあるけど、ティッティみたいな使い方をしてる人って最近あんま、これ最近あんまり 見てない気がする。ちっちゃいトゥイッチベイトちっちゃくて潜るトゥイッチベイトって感じですよ。それがやっぱりこの早春期には絶対に欠かせなくて、自分の中でね、でその中でやっぱ実績があるのでベビーシャッドは未だに欠かせません。ただ最近の新しいものの方がやっぱレンジも潜るものがあるわけですよ。なんだけどこのサイズ感、これよりちょっと大きくなっちゃったりする、このサイズ感でしっかりそこそこ潜ってくれてっていうのがやっぱベビーシャッドがやっぱり一番いいのかな。で今日は琵琶湖だからあれですけど、これがいわゆる野池とかもっと浅いちょっとちっちゃい小河川とかになってくると、やっぱこのくらいのサイズが生きてくるって感じる時があるので、そういう意味でもベビーシャッドはもうなくてはならない存在だな。同じシャッドですが、これはシープレですね、 CC プレデター、いっぱいやったのでは、はい、これはもうシャッド、さっきのベビーシャッドがあのいわゆるトゥイッチ系で使うのに対して、これはもう本当に巻きで潜らせて、まあ巻きのままで作ったり、ボトムに到達させてボトムズルビーてみたり、あとポンプリトリーブ懐かしのみたいな感じで使う。でなんて言ったらいいんだろうな、昔で言うとああいうロングビルミノーみたいな感じのイメージなんだけど、ロングビルミノーってやっぱミノーだからでかいじゃないですか、のちっちゃいやつのイメージで、かつワーミング的な要素も使えてっていうので、いろいろ一個何役も使えるイメージです。でクランクベイト的に普通に巻いて使うことも多い、そういういわゆるリップラップ的なところを当てながら、ボトム当てながらグリ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 って巻いてくる、普通だったらクランクベイトでやるようなところを、低水温器クランクベイトの派手な動きじゃなくてもっとタイトな方がいいな、でシャッドとか巻くんだけど、その中でもやっぱ急先行なんですよ。今もっと急先行なものも実はあるんですけど、それちょっとナウインで、今回の王道っていうね、あのテーマから離れるんで、ちょっとそれは置いといて、
古くからあるものの中で急先行でもういち早く深いレンジに到達してくれるっていうのがすごい強みで、実績としてその寒い時期、それこそ11月末12月ぐらいから、うん、冬、2月3月ぐらいとかの本当寒い時期でも安定してよく釣らせてもらってたで、かつ今も釣らせてくれてるルアーです。でその言ったら浮力もそんな高くないんですよ。実際ものによって多少のばらつきあるけど、まあサスペンドスロー激スローフローティングみたいな感じだけど、本当に浮力が高い、浮力でかわすよりも本当この形状でかわしてってくれて、根がかりも少ない。うん、使えるサイズ感だと思うんですけど。そうだね、正直ベイトフィネスよりも俺はもうちょっと強いって言ったらおかしいけど、普通のクランキングタックルでやっちゃったりします。場合によるけど、そのボトムにしっかり当てて、ああいうリップラップとかブロックエリアを当てて巻いていくときは普通にクランキングのタックルでやる。ラインはね、その場所と時にもよるし、魚のサイズにもよるけど、比較的俺は太いです。そういう釣りやるときって基本そんなに深い釣り場じゃないじゃないですか。なので、14とか、でやったりします。ただベイトフィネスよりはちょっと強め、 ML ぐらいの、巻きタックルでやることが多いかなっていう感じ。いまだにね、ラインナップに残ってるし、色は限定されてますけど、いまだに釣れるルアーですよ。中古屋とか行ったらいっぱいあるからね、本当に。最後ははい、これジャークベイト、ジャークベイト、赤いジャークベイト、ルアーそのものっていうよりも赤いジャークベイト、これも春の王道としてもう欠かせません。このルアー自体はもうフラット 130SP って私の遺作なんですけどもまあ新しいルアーなんで古くからあるもんではないんですけど、やっぱり古の時代よりやっぱ春は赤みたいな、春は赤いジャークベイトだみたいな、ミノーだみたいな、あるじゃないですか。僕はもともとそれに対してすごく懐疑的だったんですよ、実は。いやいや、ジャークベイトってもっとなんかキラッとした方がいいよとか、もっとその透け感があってナチュラリーな方がいいよとか思ってたんですけど、もう実際にその赤いルアー、あとはピンクバックのルアーとかもそうなんだけど、いわゆる赤要素の入ったジャークベイトがもう経験則として春やっぱ釣れるんですよ。その理由は何だろう、分かんない。それはバスじゃないから分かんないんだけど、だけどもう春に赤いジャークベイトっていうのはもう今や自分の中でも欠かせない。だけどこのルアーには赤がラインナップされてなかったから無理やり塗ってますよ。マッキーはダメなんだよな。マッキーは実はね、落ちちゃう、色落ちが激しい。だからこれはね、パイロットツインマーカーっていう、連載で紹介いただいた、はい、そうです。あれはね、定着がいいんですよ、実は。パイロットツインマーカー、なんならもうイオントップバリューのオリジナルの赤のマジックがあるんですけど、それもいいです。それ入手しやすくて落ちない、あと綺麗に塗れる。マッキーとかって重ね塗りするとちょっとなんて言うんだろうな、色が定着しないっていうかムラが出てきちゃうんですけど、ムラが出にくいんですよ。だからそれでやればね、どんなルアーでもね、綺麗な赤になって、お腹もね、実はねオレンジだよ、オレンジにしてる。
とやっぱり自分だけの思い込みじゃなくて周り、今僕はホームがここ長浜なんですけど、まあ、長浜の、ガイドの西島さんとかローカルの上手な人たちもやっぱもう思い込みじゃなくて本当に結果として赤いジャークベイトでしっかり釣ってくるっていうことですよ。だからやっぱり赤はなんかあるなと、新しいものと古いものを使い比べて適材適所で使い分けることがすごい大事だと思うんですよ。古いものにこだわりすぎて新しいものを否定するっていうのも超かっこ悪いし、逆に新しいものばっかり追っかけてで古くていいものを知らないとか見過ごすっていうのももったいないし、だからそういう意味ではいろいろね手を出して先輩方に話を聞いてみたりしてやってみるっていうのはいいのかなと思いますね。逆に俺がバーは行ったけど、皆さんもどっかで会うことがあったらこれいいんすよって教えてください。今回は、仙道さんのおすすめルアー紹介動画、また懲りずに第4弾になるのかな。第4弾、第5弾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 ですね。第5弾第5弾で、今回はトップウォーターを中心に紹介してもらえればと思います。もうね、山盛りありすぎて ね困りました、まずは、はい、デカめペンシルベイト編ということで、なるほど、まあ、デカめというか、はい、標準から大きめぐらいの、はい、ちょいデカい目のペンシルベイトを一つずつその理由とともに紹介していく、はい、お願いします。なるほど、デカめペンシルベイト、まあデカめというか、まあもう基本の木ですね。もう基本の木ですよ。もう一つ目はオリジナルザラスプーク、もうこれは基本の木ですなんて言ったらいいんでしょうね。その今の若い世代の子らはあんま使わないかもしれないんですけど、ペンシルベイト自体もあんま使わないような気がするんですけど、うちらの時代はやっぱルアーバスフィッシングはまずペンシルからだぜみたいなね、先輩方がいらっしゃって、その先輩方がもう口を揃えて、まずは折り皿使いこなしてからじゃねえとお前とは会話してやらないぞぐらいの時代だったわけですよ本当だ本当だ本当だから俺の周りはもうそういういわゆる今風に言うところなんていうの、トップ屋さんみたいな、トッパーさんみたいな人もそうだけど、そうじゃない幅広くやる人たちでももうトップイズジャスティスみたいな世界だったわけです。その中でもうその先輩方にまともに口を聞いてもらいたくて、もう使いに使い続けたのがこのオリジナルザラスプークですよ。で、まあ、確かに実際によく釣れるし使いやすいんですけど、ただじゃあ今風の人気のあるペンシルベイトとかいっぱいあるですけど、それと比べて何かどこかが突出してるのかと言われたら、いやまあ卒のない普通のルアーです。その浮き姿勢であったり、うん、アクションの質はどういう感じ、基本的に水平気味、真水平ではないですけど、なんですけど俺一個自分の中のこだわりではないんだけども、針をちょっとだけ番手を重くして、かつスプリットリングをつけて、喫水を微妙に下げてるんですね。
喫水を深くすることによって単純にやっぱ水の中に使ってる量が増えるじゃないですか。だからまず水絡みが良いで、すなわち水絡みが良いっていうことはスケーティングするときにあの変な跳ね方をしないし、あとは水絡みが良い上に足がちょっとだけ短くなるんですよ、スライドの足がね。ブレーキが、ブレーキが微妙にですよ、ほんの気持ち、ひょっとしたらかかってないかもしれない俺が思い込んでるだけかもしれない、でも多分かかってる。あのそういう きちんとした切れ角で足短いっていうのがあの自分の中の、ペンシルとかジャークベイトもそうなんですけど結構自分の中で基本としてあって、それのためにもちょっとだけ下げたい。だけどじゃあスプリットリングは何でつけるんですかっていうのは、それは単純にフックの自由度を増したい。だから甘がみした時でもその追従してほしい。これがスプリットリングがなかったらここにリングがこうなってて、基本的にはこのあんま動かないで、あんま動かない、グリッてなっちゃう。そうそう、こっち方向とこっち方向しか動かないで、それでかかってくれればいいけどがゆえにかからないとか抜けちゃうとかっていうのがあるので、スプリットリングをもう基本デフォルトとしてつけます、つけます。で僕はそのコレクターとかじゃないので年代とかそういうのは分からないしどうでもいいです。ただこの色かわいいなと思ったザラがあればもう何年ものだろうが何でもいいんですよ。で我々若かった頃はもうこれってこれでもでかいと思ってたっすよ、正直。その我々バスブーマーはにとってはやっぱり一個の基準がなんだろうな、持ってなかったけど当時はポップ X とか、あサミーのちっちゃいやつとか、確かにジャイアントとドッグ X、そうジャイアントじゃないですよね今、ジャイアントドッグ X でけえみたいな。でもジャイアントドッグ X よりザラの方が多分微妙にでかい、長いはずなんですよ、まあ、太いですし、太いしね、しかもこれでしょ。だからもう本当ね、当時は釣れなかったいやー今よりもすごい釣れた時代だったんですよ。ただやっぱりその一個初心者っていうか素人、今も素人みたいなもんですけど素人時代にあったのがルアーにすごくなんかな神がかり的な魔力的なものを求めてたわけですよ。だからザラ釣れるぜとかってみんなが言ったらザラってなんか釣れるパワーがあんじゃねえのかみたいなね妄想を持って使うわけですから、そのもっと現実的にこう動かすとか止めるとかじゃない、ザラを使えば釣れるみたいなね、そういうイメージを持ってたから釣れなかった。当時は先輩方にも認めてもらえなかったです。だけどとある時ブレイクスルーするわけですよ自分の中で。そのあれこれはまさか魔法のルアーではないのではないかと、極めて現実的な、なんかこういう 見た目だから魚っぽくもないじゃん、おもちゃっぽいなみたいなのをいかに自分で動かして使うのかっていうのを、ズイールのビデオとかを見て、あルアーってこうやって動かして命を吹き込んでみたいなところでやっと釣れ始めたら驚くように釣れるわけですよ。これがもうっていうね。ちなみにその、ペンシルの基本として、そもそも、はい、今あんまり、僕なんて言えば32歳ですけど若いね、まあ、あんま投げない、ぶっちゃけ。えあんまっていうか投げないよね。どういう時にペンシル投げます？あーそこですよね。まず歌舞伎たい時ペンシルで釣ったって言いたい時、歌舞伎たい時もうペンシルで俺釣ったぜザラで釣ったからよって言いたい時、まあこれがあの僕の釣り人としての気持ちです。だけどまあもっと現実的な話をするとやっぱりベイトフィッシュがあのいる場所で投げる方がやっぱ釣れるかな。結局水面で
やるわけですよ。で水面割って食ってくれる。しかもなんつったらいいんだろうな、強気な釣りだけど決して強い波動とかも出してないし、カコカコ鳴るタイプのやつは強いサウンドは出るんだけど、基本的には水を逃がす動きの質としては水押しとか弱いルアーなんですね。やっぱり前提として水面にいるものにバスが食いに行きたいなって思ってるって分かってなかったら投げれないです。これがポッパーとか羽物とかプロップ系だったらそのサウンドでコールアップ呼び出すことができるやもしれんのですけど、ペンシルは全くできないわけじゃないですよ。なんだけど特にこのザラみたいにそのいわゆるラトルとかの入ってない無音な、無音でもないけどそういうやつはある程度もう上に意識が魚が行ってるであろうってシチュエーションじゃないと僕は投げないです。なるほど、はい、です。これちなみに自分の中では思い入れ枠なんで、もうザラで釣ったって言いたいだけなんですよ。寂しくてそこ歌舞伎たいでしょ。まあ、今こうやって持ち出しましたけど、実際にじゃあ琵琶湖で釣りしますという時にこれ投げるんですよ。投げるんですけどスーパースプークが7割折り皿は3割ぐらいの、あもっとかな、8、2ぐらいかなぐらいなんですけど、思い入れがこっちの方が強いっていう、若い人で使ったことない人もぜひ一度使ってみていただきたい。これはもう実弾中の実弾ですね。シャワーブローズ、もう単純明快です。飛ぶ、あで飛ぶかつ飛距離を出した先でもう操作が極めてしやすいんですよ。そのガイドとかでよくやっぱりそんな皆さんがエキスパートじゃなくて初級者中級者でロッドワークでルアーを操作するのが苦手だなみたいな人もいらっしゃるし、そういう時に近場でやる分には何でもいいんです。だけどバーキューンって遠くに投げた時にやっぱりその遠方でしっかり動かしやすいっていうのはこれシャワーブローズはならではですね。まああとはもうやっぱりもう本当にさっきから遠投遠投って言ってますけど、とにかく飛ぶんす。例えばボイル打ちの時にあそこまで届かせれたら着水だけで食うみたいな時にはもう本当にもう様々ですよ。アクション云々の前にもうだってボイルのところにジャブ入った瞬間にガバンって食うんだったらもうよりストレスなく飛ぶ方がいいんです。もうその時にもう多分マックスだと思います。まあいろいろ試した中でね、まあ他にもあるかもしれないですよ。で結構その壁でラインがこうたわんじゃったりしてても、入力が曖昧にやってもちゃんと動かしやすいぶっ飛び仕様なので、琵琶湖に来るときは持っとくといいですよ。よくことが求められるフィールド、もうボイル打ち、ベイトフィッシュのでかいところのボイル打ちだったらやっぱり本当に飛距離が出て精度も出せるんで、でかつぶっ飛び仕様プラスです、もう一個あるんですよ。その琵琶湖とかではあんまないんですけど、例えばそうだなリザーバー足の子とかでオーバーハングの下にルアーペンシル、まあ本当はフロッグとかでもいいんでしょうけど、これねリアウェイトだからストレスなくビャーンって入るんですよ。でそのオーバーハング、奥行きのあるオーバーハングにバーンぶち込んで首振らせてガボンみたいなのはもうやっぱりならではかなという気がします。で実際に多分ああいう芦ノ湖のローカルの人とかでもよく使ってるんですよね。やっぱそういうオーバーハングぶち込みワンアクションツーアクションガバみたいな、なのでそういうのもありです。
3つ目サイドポッパー、知ってるかな。これはあのかつて田辺紀夫プロがプロデュースされたペンシルベイトなんですけど、発泡素材なんですよ。発泡なんで、はい、で、言ったらこういう中身が中空のものじゃなくて、中身がしっかり詰まってるタイプのものです。なのでこれに関してはラトル入ってない。フックがカチャカチャ当たる音はしますけど、それも中が詰まってるんで、こういう中身が空洞のものよりも音がやっぱ響かない。あとは着水音が柔らかいんですよ。なのでこれはもう本当に着水バイトが多いです。もう着水で嫌わない感じがします。うん、で一応サイドポッパーと名前がついてますが、ここがカップ状になっていて、首を振るときにここで水を押してカポカポってなるんだよつって、フィッシングショーの時に田辺のうりおさんに教えていただきました。本当カポカポってなるんだよつって、おそれであのその時はあのとある DVD の撮影でね、あの新製品レポートみたいなのやってたんですけど、その説明を受けてその時のディレクターと一緒に絶対買おうと、これ出たら絶対買うしかないでしょ、カポカポ鳴らせちゃうでしょみたいな感じで買ったんですけど、そのカポカポ確かにサウンドはするんですけど、もうそれよりもやっぱもうストレスのないキャスタビリティ、飛距離と、あともう本当にその着水の着水バイトが多いのがすごいすごい印象的で、でしたね。で、まあ、今はもうね中古でしか売ってないですけど、本当はあんまり中古市場からなくなってほしくないから、こういうところに出したくないです。これは本当に素晴らしい出来のルアーだなぁと思います。ただ弱点ではないですけど、並木がちょっとあるときはもう完全に存在感が消えてしまう感じなので、やっぱりそういうペターンと泣いてるときとか、あとはそのなんていうんだ、ピンスポット打ちみたいなとき、あとはもうボイル打ちみたいな時に使うといいかな。まあ、結構サイズは普通ですけど、うん、フィネスというか、そうだね、うん、まあただ物としての大文句はこのサイドのポップ音でアピールするっていう。なるほど。でも俺にとってはそのアピールすらも柔らかいっていうアピール、うん、いい、なんて言ったらいいんだろう、うわーっていうアピールじゃなくて、なんかもうこういう感じのアピールみたいな感じ、わかるかな、わかるかな、うん、そういう感じのねアピールな感じでね、これはいいルアーだよ本当に。俺も家に多分10個ぐらいある。なるほど、うん。では、ちょっと先ほどフライングしとけましたが、出しますこれ、出しとくかな演技じゃないですよね、これ。演技じゃない。本気で心から隠しちゃってます。ちょっといいですか。いやもうね、本当にね、これ視聴回数伸びてほしくないです。本当にできるだけみんな見てほしくないし、みんなに触れ回さないでほしいし、これを見てなんかブログとかSNS とかでルアーがとか絶対に言わないでほしい。むしろもう。あのヒゲ野郎なんかいいって言ってたけど、本当そんなにいいルアーじゃねえだろうぐらい思ってもらうぐらいの方がいい。じゃあちょっとルアーを見せてください。はい。じゃん。これはね、ジップベイツの US アイロニーっていう。US アイロニー。US アイロニー。まあ兄弟モデルで、これのちょっとちっちゃいアイロニーっていうのがオリジナルであったんですけど、それの US トーナメント。と対応モデルでちょっとサイズアップした感じの、これはね全てが素晴らしいんだよなぶっちゃけ
あの最初これを使ったのはネタなんですよ。あんまみんな使ってなかったし、ちょっとネタで US アイロンにとある仲のいいショップでずっと売れ残ってて、でそこの店長さんこれは売れへんなみたいな言われて、じゃあ俺使ってみますわっつって投げてみて、もう感服したと。まあそのいろんなペンシルベイトのいいところが詰め込まれてるんですけど、まずまあ飛ぶ、これは大前提です。であとはその遠投した先での操作性がこれもすごく高かったですよ。であとはその角張った断面、はい、一見これカクカクして無機質に見えるじゃないですか。例えばまあこの丸断面、これ丸断面がどう動いてもまあ丸なんですよ。どう動いてもだけど、これこうやって首を振らせながらよまあよじれるじゃないですか。そうするとそこに水押しは発生するし、まあ、この色のモデルはあれなんですけど、他のちょっとフラッシングなタイプのものだともうビカビカ光るし、はいはい、っていうそういうアピール力がもう本当に格段にでかいって感じたんです。で実際にそのなんて言うんだろうな、で広いエリアで広く釣っていきたいような時によく釣れて、でそんでもう単純に僕はこれになんて言うんだろう、魔力的なね、神通力的なものを感じていて、これはペンシルの中では強い、うん、俺の中ではこの同じサイズだったら強い、めっぽう強い、めっぽう強い。そんでサウンドもこのよく聞こえますよね。これ本当に無風の時にバキュンと投げて大きでカンカラカンカラ鳴るんすよ。もうこれがカン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 って言わんや水中おや、いやいやいや、もうそういうことですわ本当に。でまあその音が魚を呼んでるかどうかわかんないんですけど、もう音が聞こえると自分の中の操作感もやっぱリズミカルになるんですね。それ多分他のトップウォーター、特にペンシル苦手な人は音の出るやつ使ってみたらいいです。そので僕はそのザラでペンシルあれしたけど、正直ペンシルベイトでこの辺使い始めるまでは、まあ、釣ってはいたけどそこまで確信を持ってやってなかったです。だけど多分この音でそのリズミカルにやっていく、でリズミカルにやりつつそれを崩すのも音で判断できるじゃないですか、っていうのが一個すごいでかかったかなと思います。あとはもう本当これは言いたくないんだけども、この形状に僕が今までいろいろルアープロデュースしてきましたけど、それの元がぎっしり詰まってます。僕がかつて作ったルアーはフラット面が多いルアーが多いですけど、ここに実はこれなんですよ。このフラットサイドでスクエアな断面、ここに一個すごく重要な要素があるんです。すごく色気がないからみんなやらないんだけど、まあ、餌っぽくはなくなる、餌っぽくはなくなるじゃないですか。でまあカクカクしてなんかちょっと色気がないように見えるんですけど、実はこれです。だから皆さんもこの US アイロニー、まあオリジナルのアイロニーでもいいけど使い続けたら俺と心がちょっと通じ合えるかもしれない。まあ、中古在庫の枯渇が心配だと。そうだね、もう見ないもんな。なるほど。なかなかね、もともと US 一応日本でも売ったのかな、アメリカのトーナメントに出てる選手をジップベイスさんがサポートしていて、その選手向けのプロダクツだったはずです、最初の開発コンセプトが。
なのであんまり日本というより日本でも売るんだけど US イメージだったと思うんで、あんまり見かけないんでね、あれなんですけど、でも正直日本国内で使うんだったらこの US アイロニーよりはオリジナルサイズのちっちゃい方のアイロニーの方が使いやすい、サイズ感的に、が多い、多い、多いです。まあ本当にもうあんまり多くを語りたくないんで、この辺にしといてもらっていいですか。はい、わかりました、はいはい、ペンシルベイト編はね、また第2弾も まだまだ、だってこの10倍ぐらいあるしな第10弾ぐらいまで続きをお楽しみということで、すいませんです、ありがとうございます。本当にまとまりがなくてすまんのっていう。続きましてトップウォーター編、続いてはペラプロップ系、プロペラ系ルアー、そこですよ、プロペラついに来ちゃいました。まずは何を、ここ近年の自分の中のヒット作アベンジプロップ、ボディの後方にペラというかプロップ、そうです。開閉式。開閉式なんですよ。これちょっとどういうルアーなのか教えてください。そうですね。これはまあ言ったらまあこれワッパープロッパー。リバーツーシー。リバーツーシー、まあ。まあ似たようなのありますけどね。あのデックスチョッポとかまあ一緒ですけど、やっぱこれの派生系のルアー。近年アメリカで。大ブレイクですわな。僕アメリカ人に聞いてないんでわかんないですけど、僕のあのバサーとかを読んで研究した結果では、要するにバズベイトよりも飛んで、バズベイト並みのアピールがあって、そんでバズベイトと違って止めれて針がいっぱいあってかかりがいいで、かつトーナメンターがこれで勝ったりしてるみたいなね、そりゃまあみんなこれ使うっしょみたいな感じなんですけども、このサイズがダメなわけじゃないんだけど、やっぱちょっとでかいっていうこと、それよりちっちゃいのも使ったんだけど、別になんかちょっとほんとちっちゃくなってくると、なんか風もらうとなんかもう飛ばないっていうか、もうストレスであるし嫌だなと思ってたところで出てきたのがこのアベンジですよ。もうそもそもこのオリジナル、まあいいルアーだけど、このテールがねこういう固定です。まあちょっと柔らかい材質ではあるけど固定、これが畳まれるわけですよ。これが飛行中、そう飛行中空気抵抗がなくなるですよ。この大きさのワッパープロッパーだったらもう空気抵抗があるわけですよ。でもこれないんですよ。もうそれだけで、それだけで尊いで、かつやっぱりこの羽が2個があることによって水の髪が良くなるがゆえに、よりスローに引いても動いてくれるんですよ。ワッパープロパーってやっぱある程度の速度感、デッドスローではあんまり意味がなくて、ガタガタします、ガタガタする、うん、ブレるというボダン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 みたいな、うん、だけどこれもうオリジナルのモデルよりももっともっとゆっくり弾けるんですよ。もう本当にもうその2点だけで尊いです。でかつやっぱりこれなんで気に入ってるかって言ったら、やっぱり初心者の人とかに釣りをしてもらう時とかに、ペンシルベイトとかポッパーとかみたいに自分で操作するのってやっぱ難しいで、投げて巻くだけで釣れるルアーは楽です。でじゃあウェイク系の
ね、ルアーでいいじゃん。まあそれいいんですよ。ウェイクベイトとかでもいいんだけど、ウェイクベイトよりももっと強い音波動で魚を呼びたいと思ったらやっぱバズベイトになるんだけど、バズベイトバックラッシュしたら沈んでいくじゃないですか。だからこれだとバキューン投げて仮にバックラッシュしても沈まないからね、わからないで普通に一定速で引いてくればバズベイトみたいにバラ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 って来てくれる。でバズベイトとかみたいな針一本とかじゃないんで、あのこんだけ針がありゃかかるし、でおって思ったら止めて誘うこともできるし、その自分自身が使うっていうよりも初心者の人たちにこれ楽しいぜっつって使ってもらうっていう意味合いもすごい強くて、そういう意味でもね、あのすごくいいルアーだと思って僕は使っているし紹介しています。アベンジブロック、アベンジブロック、これをね、これ宣伝しても僕に何の旨味もないんですがなんですが、あのいいルアーだと思います。ありがとうございます。また奇抜な船頭さんが電球と、電球ですよ、電球、電球を回っております。バスポンド BP ベイトのエキスパートっていう、これいわゆるトッパー屋さん、トッパー屋さん系のルアーです。まあ、まあ見た目から結構遊び心がだよね。それを当然、ね、釣れるルアーとして選んでいただいて、あ、いや、これは結構思い入れ枠かな。あ、なるほど。いや、釣れるんですよ。ロマン。ただ、これは、ロマン寄りの割には釣れちゃうよねっていう感じの、はいはい、だけど、まあ、ロマンだね、みたいな。ちょっと、いかなるルアーなのか。これはもう、あのフロントペラのこういうスイッシャーなんですけど、元ネタがなんだっけ、俺オールドとか詳しくないからよくわかんないですけど、オールドルアーでこんなやつがあるんですよね、はいはい、で、まあ要するにこれペラよく回って普通にただ巻きでもちょっと弱いバズみたいな感じ、やる気のないバズみたいな感じでカラ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 って引いてはこれるんですけど、首振りをさせるときにここの抵抗で本当にもう、ま、真横向くぐらいの感じ、移動距離少なくバッバッ、その時はペラは回らない、あ回るんだけど回りは弱いです。ブレーキになる、ブレーキになる。でかつこの球体じゃないです、まあ、ここフラットなんだけど、だからここを支点にしてキュッキュッキュッって回りながらここでペラ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 ってなるっていう、もう唯一無二なアクションなんですよ。あのまだ DVD とかビデオの時代だと思いますけどね、これのプロモーションのビデオでね、ズボッと入れてネチネチとっていうね題名のズボッと入れてネチネチとあやつがあって、その バスポンド、ね、ショップに行くとそれがかかっててですね、ズボネチっつってね、ズボネチ、ズボネチですよ。もうズボッと入れてネチネチネチでガバですよ。もうそれがなんかね、かっこいいとかじゃなくて、もうこれに食ってくるのが衝撃でね。当時は僕はなんて言うんだろうな、トーナメント憧れ的なのが強くて、なんて言うのかな、そういうフィネスなミートヘッドダウンショットみたいな、その頃にこれを見てもうこれ本当かよって思うけど、もう動画だからもう編集しようがないじゃないですか、はいはい、食ってるところ。もうそれ見たらもうやるしかねえべやと。結構襲われてた。これそうだね。もうあのこれ多分俺3代目か4代目なんですけど、もう2代目ぐらいまでは襲われすぎてガビガビになってたね。もうそのぐらい襲われてた。もう襲われるよ。これは本当にこれたまに中古屋さんとかで出てるの見るんですけど、
なんで買わないのかなって不思議になる。なるほど、うん、この見た目だからかな。だって意外にね短いよ。太いけど短い、うん、意外にこんな魚も釣れるよっていう。でね飛ぶんです。本当にこうビョーンって飛ぶんです。で飛ぶ時にカラカラカラって回ってなんか気持ちいいのよ。わびさびがある。夏ですね。夏だね。カラ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 つって夏だね。いい音。これあれだよね、農村地帯に住んでる人はあこれモグラを避けるあれだろうみたいな。知らない。こういう風車みたいなやつ地面に刺すとカラカラカラの音でモグラが逃げるっていうね、そういうあのモグラ避けの機材があるんですけど、俺なんかもうモグラ避けだなと思ってカラカラカラつってっていうね。でも霞ヶ浦とかああいうところの足のポケットとかブッシュの横の狭いこんなとことかに入れてチュッ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 ってやると本当にかばるんで、これはもうたまらんな。琵琶湖に来てこういうの投げるシチュエーションがあんまないでな。もう霞行ってこれ投げたいわって思いながら用意しました。時代を遡る。まあ遡るっつってもこれもまた言っても現役だぜ。これ現役。じゃんじゃんじゃん。ダイイングフラッターです。変化はこれはヘドンです。まあ今撮影用に持ってきてますけど、これ実際使ってないです。なぜかというと、僕実はこのダイイングフラッターをしっかり使いたいと思って使い込み始めたのが多分まだ10年も経ってないんですよ。でそれ一番最初教えてくれたのがまあ仲のいい友人で、でその子がまあ釣りはうまいんだけど一緒に釣りしてて僕が線香とかでビシバシ決めて全然釣れないのにその横でダイイングフラッターでめったんこ釣るわけですよ。なんだこれはと。しかも霞ヶ浦でね、ちょっともう俺どうしたらいいんですかみたいな感じになって、いやいやみんな舐めてますけどこのルアーはすごいんでぜひ使い込んでくださいと。で使い込もうとして何個か持ってたんですけど、ある時全てなんかでロスとして、で多分確かあれボックスごと水の中もうなくなったんだと。でその時にたまたまショップのイベントで川村幸太郎プロがいて、でそのたまたま中古コーナーみたいなところを漁ってる時に何探してんですか、ダイイングフラッターがあるといいなと思って探してんだよねって言ったら、あ僕今日持ってきてるボックスの中に1個あったかもしれないからあげますって言ってくれたのがこれです。2010年クリスマスモデル、すごいでしょ。だから使えない、もったいなくてね、うん、川村さん、うん、私のボックス紹介で入れてましたよ。ああやっぱりでも川村さんって多分もうロマンっていうより多分あまあまあまあそうだねそうだねそうだね、ってことは釣れる。いやいやだって俺もうだってロマンじゃないもん、隣で線香より釣られたらそれはもう使うしかねえべやってなるじゃないですか。どういう使い方。これも本当にいいところにピンで入れてチョッチョッみたいな感じで、で最近そういうこういうダブルスイッシャーとかってバラ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 みたいなね、チリチリチリみたいな感じじゃないですか。ではないです一切。これに関してはチョッチョッってやる。でストップアンドゴーでもかなり弱い、もうジュビーみたいなんじゃない。シュッシュッ。でもそれ不思議なことにと言ったらあれなんだけど、何年か前にフロリダにねアメリカに行った時にボビーレーンってねいるじゃないですか、エリートプロというか今はメジャーリーグですけどトッププロがボビーと一緒に
釣りした時にボビーはダイングフラッターじゃなくてローカルベイトのなんかパチモン臭いウォルマートで3ドルぐらいで買ったやつだぜって言ってたけど、同じようなダブル水車でちょっとやってて、こんなでかい男がこんな細い釣りをするのかと、チピチピやっとるぞと、これはもうワールドスタンダードなのだと、ダイングフラッター使いはチピチピ、名前がいいね、ダイイング、ダイイングですよ、いやいやいや、やべえで本当に。やってみたいですよね、新トレの足際とかをね、チピチピやってみたら、チピってやったら今釣れそうです、がばりますよ、チップガバーですよ。プロペラ系ラスト、これはもう品質中の品質で、仙道さん連載でも、まあ、毎月ねあの撮影用にルアーを送っていただいてるんですけど、まあ3ヶ月に1回ぐらいまた来たで、ちょっと喜びつつ、これはね愛してるんですよ、これを。スミスの A プロップ本山さんのバージョンとか、そうそうそう、本山さんのバージョンです。その本山さん、まあ、動画見られている方で、は若いアンジャーの方で、あ、ご存じない方もいるかもしれないです。そうか、まあ、もう霞の帝王、そうですね、元祖霞の帝王からの桧原湖、まあ相撲、日本のスモールマウスバスフィッシングの先駆け的なね。実は弊社が主催するバサーオールスタークラシックで最多タイの、そうなんですよ、3勝を挙げてる、もうレジェンド、レジェンドオブレジェンドですよ。どういった、まあ表層ただ引き弱波動、高速回転みたいな感じだ。まあ言ったら表層カラカラカラーってやりながらゆっくりふぅーカラ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 ーみたいな、いわゆるコーリングアップってやつですね。当時ありましたね。なんとここにもね書いてあるんだよ、コーリングアップって書いてあるんだ。これそれはなるほど、え、知らんかった、模様じゃないんですか、模様コーリングアップって書いてあるんだ、これすごい凝ってますね。知らなかったんですか、ただ巻きノルア、ただ巻きノルアです。だからこのダイイングフラッターとか、まあ似た形状であれなんだけど、まあ当然チュピンってやってもいいかもしれないけど、チュピンではないです、もうただ巻き、ゆっくりゆっくり、ゆっくりただ巻き。でもブレードは、ブレードというかペラは速く回るんですか、高速回転ですね、カラカラカラ。ただまあ高速回転も何かで突っかかると全然回らなくなるんですけど、だから歪んだりしたら直してあげないといけないんですけどね。薄いです、これ薄いのよ、これ。なるほど。これね、もうね、相当もう30分ぐらいこのペラについて本山さんに語られた記憶があるの。語られた。もう今だから種明かしますよ。本当に今だから種明かします。この本山さんのこの A プロップのプロペラがあったから、このノイジーのプロペラができたんですよ。おお、あ、ちょっと折れ目があるでしょう、はい、パクリやんけって言われたら悔しいんですが、はい、ペラに関する秘密というかああこれ物議を、もう本当ガーシーだな、ガーシーバス釣り界のガーシーだ、これ本当に。今日ここで爆誕しましたね、やーべえなこれ本当。自分の首絞めてる、いやいやいや全然首絞めてない、俺はあくまでもリスペクトを持ってやってるから、まあ、本山さんが生きてたらおめえこの野郎パクリやがってって言われるかもしれないですけど、まあまあ今はそんなことないんで、まあでも本当にね連載でもすごい頻度でね、いやとにかくもう何たるかを教えてもらったルアーだとですね、書いてありました、ね、本当このやっぱりこのプロペラのその材質、厚み、軽さ、あと穴のそのルーズさ、その桧原湖行ってこれビャーン投げて沖に浮いてるだけよ、ラインがちょっと風でヒューって流されてドリフト気味、弱ドリフト気味になっただけでカラ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 ってずーっと回ってるんですよ。それはすごいです、ね、もう巻いてないのに
止めてちょっと風で流されたぐらいでクルクルクルって回って回ってったと思ったら下からもう40ぐらいの相撲がギューンきてガーバーみたいな、もうこんなもんもうないっすよもうみたいなそんなもうやばいっつって、でそんでその後元山さんに会った時にあれはめちゃめちゃやばいんですけど何なんですかって話をしたら、まあ自分が今桧原にいてスモールのあれでスモールイメージが強いと思うけど、あの霞ヶ浦とかでもその冬っていうか低水温でクリアップした時釣れるから、でそれテストで何回も釣ってるし、なんならシーバスとかもめちゃ釣れるから、もうとにかくこれ多分魚が好きな本質的な何かがあるぞっていうのを言われて、で本当にいろんなシチュエーションで使ってみて、もう本当どこでも何でも釣れるみたいな、もう衝撃でしたよ。言われた通り霞ヶ浦で12月ぐらいで、でもベイトがいるのが大前提だったけど、もう本山さん言ってたから投げてみっかななんつって備前川の護岸沿いをクラ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 なんて言ってたらガバーみたいなね、え本当ですかっていう。でももう廃盤なんでしょ。知らないっすよ。そうなんですか。なんかもうないっぽいんですよね。プレミアとか疲れても困るしな困る。今、だからこそ、他のルアーメーカーさんでも、いわゆる高速回転機、はい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 、シンキングだったりしますけど、まあ、あるじゃないですか。はい、あります。やっぱその中でもなんかこうこのルアーなりの特別さというか、いえできればいうか、ま、ちょっと個人的には、はい、そのサイズでスリーフックなんだっていう、それは一個ある。あの吸い込みバイトが多いですよ。当然ドーンってくる時もあるんだけど、チピッていうようなバイトやっぱこの3本あるとしっかりかかる。これは1個でかいかなと思います。あとは俺的な肝です。あくまでも俺的な肝です。いいでしょうか。はい、まずボディ形状とウェイトのバランスによってルアーのボディがよれないことだと思います。よれない、よれない、こういう動きがロールがあんまり出ないってことは、もういわゆる愛知ですよ。なるほど。限りなく安定した愛知ボディがビタ止まり、ビタ止まりでもペラは回る、回りまくってる。はい、でじゃあ普通の丸断面のやつがビタ止まりしないかって言ったら、別に水逃がしてくれればそれは当然あのスライドはしないです。だけどもう一個がすごく重要で、喫水が深いんですよ。だから水にしっかりボディが使って水を掴んで、かつブレない、もういわゆる IG である。だからこれがもっと水の浸かりが浅かったりとか、水の掴みが弱い、あとは水を受けて動きがよれてしまうってなると、どうしてもルアー自体が動いちゃうじゃないですか。まあプロップが前後であるからそれで引っ張られて固定はされるんだけど、そこでボディが動こうとしてしまう要素が出てしまうと台無しなんですよ。でまあいろいろありますが、いろいろありましたが、そういう他のこういうタイプのやつもやっぱウエイトチューンとかしたりした方がいいなみたいなやつがあったりして、その表層であくまでもデッドスローでっていう前提ですよ。ある程度のスピード感を持ってすれば別にこれじゃなくてもいい。だけどデッドスローでもう本当に止めといても回るぜみたいな、もう止まるぐらいのスピードでブレずにっていうのがやっぱりこいつのなんていうの、そういうの真骨頂的な感じかなと僕は思っております。ただもうプレミアとかついてほしくないんだよ。なるほど。もう適正価格で、うん、適正価格でっていうか、なんなら新品 で出してくれば新品で買うからさっていう、なんなら俺にあのこうリメイクして作らせてくんねえかなみたいな
やるよ俺みたいな、作らせてくださいよみたいな、頑張って売るからみたいなね、もう思うんですけど、なかなかそういう声もかかりませんな、もうもう、というコーリングアップ、コーリングアップ、コーリングアップ、コーリングアップよ、永遠に、永遠にですよ。サクルアのプロペラ編でした、はい、ありがとうございました。いいかな、はい。天童さんおすすめ名作ルアーエクポーター編、はい、続きましてウェイクウェイト、はいですね、はい、ウェイクウェイト、まあこれ一つ目はもうこれですよ、言わずもがなのヘドンビッグバドです、はい、なんかヘドンだらけだねバドって何なんですかね、これザ・タックルボックスの今井さんに聞いたらもうこれはシャロークランクだと、今井さん僕も尊敬してますけど、今井さんに言わせたらこれトップウォーターじゃないから、バドはシャロークランクだから、なるほどとおっしゃる方もいらっしゃる、で確かにシャロークランク潜るしね、それ潜るのを浮かして使ってるだけであって、まあ確かにシャロークランクっちゃシャロークランク、だって御社の佐々木編集長が牛久沼の H1 でバドで優勝した時も潜らせて前取ったやん、ある時期まで潜らせてしか使ったことがないでしょ、はい、で実際に俺もその先輩方にバド釣れるぜって言われてやってた頃はノーマルのチューンしてないバドを潜らせて前で釣ってたから、潜らせて使うっていうか、うん、普通に使ったら潜る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 潜らせ潜るんだよ、潜るんですよ、それだとそのリップのサイズと角度をして、うん、潜りますよ、そら潜らないわけがないんです、浮力がめっぽう強い、めっぽう強いっていう、ポン玉だとそういうことなんですよ、なんですけどある時それを当時ね僕が山中湖のなんかチャプターかなんかに出てた時にたまたまタックルチェックをしてくれたJB にも出てる一応プロ登録してる選手の人がなんか山中湖の大会なのにバドをつけてて、おバド、みたいな、はい、バドってその頃はまだその先輩方にバド釣れるぜなんて言われてない時代です、結構昔ですか、結構昔、もう20何年だってメディアとか出るもっともっと前だから20代半ば前半ですよ、でその頃になんかバドをつけてるトーナメンターがいて、でバド？うん？って思ったけど初対面だし聞けないじゃないですか、バドってしかも試合前にバドって釣れるんですかって聞けないの、だけどその試合でその人が5位かまあお立ちに立ったんじゃなかったかなかなんかで1匹はバドで釣りましたみたいな話をされて、でタックルチェック朝してもらったあれがあるから朝ありがとうございました、バドで釣ったってどうやって釣るんですかっつったら、あ表層を引き波立ててみたいな、どうやってみたいな感じでやったらこんな感じですって言って、カラン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 つって竿を立て目にしてカランカランカランってやりつつたまにチポンってやってカランみたいなやって、そんで釣るんですよみたいな、でもその時はははなかなか規定列の釣り方があるもんだのと、なるほど、うん、あんまりだって何せもうかじりのトーナメンターかぶれですよ、いや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 、ミートヘッド時代、ミートヘッド時代ですかいや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 、ないしみたいな、そんなんないからみたいな、ダウンショットだしみたいなね思いながら、もう注目集めたくてバトで釣ったって言いたいんじゃないんだろうかみたいなぐらいに思ってたんです、でも
その後、まあまあいわゆるトーナメント的な釣りじゃなくて普通のファニーな釣りをし始めて、でそういうトッパー的な人たちとかいろんな釣りをする人たちにバドって言われて、でその時にああそういえばあのトーナメントのあの時バドでみたいな人いたなみたいな思いつつも何も考えずに巻いてたら釣れたし、うん、なんかようわからんなみたいな、まあ要するに神通力のあるルアーだなと神通力のあるルアーだなという判断であれしたんですけど、たまたまなんだっけ、なんか今江さんか、まあ、何か雑誌で誰かがバドをトーナメントで使うみたいな、今江さんかな、ダブルヒットとかじゃない、あかな、はい、でしかもそれチューンしてヒートの位置がみたいなを見て、なんとこれひょっとしてあれじゃんと、もしやみたいなと思って、あのかじりでそれを真似してそんでやって、であれブレードをなハンマーかなんかで叩いてぺったんこすんだよな、でやってみていろいろやったんですよ。でそうしたけどあんま釣れてなくて、でもある時そのバドが欲しいな、バドまた買おうかなと思ったら、その時にあバドの中古が出とるわ、もうどうせあれだし中古でいいわって買ったら、それに V ブレードがこの位置でついてたんですよ。そうチューン済み、チューン済みで、それをまあチューンしてあるなぐらいにしか思ってなかったんだけど、も山中湖に遊びで行った時に持ってって、もう物は試しと、今かつ記事を見たしやってみっかっつって投げてカラカラカラって言ったらガバるわけですよ。なぬーみたいな、えそんなことってあるんですか。でそれが朝とかならわかるじゃん、土日中にもう一回もうほんと線香投げても釣れないそんな時間に三重バスがいたから、朝かなと思ってバドピュイって投げて置いといても何もないんだけど、試しにちょっとやってカラーンってなった瞬間にもうなんだみたいな感じでガッパーンって食ってきて、これだと、俺のバドはV ブレードしかねえと、もうオリジナルをハンマーで潰すようなことはしないと。でそれからもうね V ブレードなんです。あの最近、うん、マサーで MPP ルアーの桜井亮さんに、うん、あのバドの取材をしてもらって、ほうほう、まあ、いろんなチューンがやっぱり V ブレード、うん、あなるほど、なんだよ、いや、わん俺は単純に、V ブレードが一番鳴る。なるほど。鳴る。鳴る。鳴る。すごい音が響いてますね。そう。これでも今カランカランでしょ？カランカランじゃないですか。これがオリジナルのやつだと、もうちょっと弱いんだよな。で、いろんなやつ試しましたよ。バドの中に鈴入ってるやつがあります。あ、あったあったあった。俺だってあのラトルとかもいろいろ入れてやってみた。でもいらん。なるほど、うん、ブレードの音ありき、ブレードの音の単音でいいですと思った。でそれは何でかっていうと、ウェイクで使うのもそうなんだけど、もう本当に今はもうねバスも賢くなってあれ出しようけど、三重バスとかのところでジュビカツンパクみたいなのが結構あったのよ。ツボ押しちゃう、そうツボ押しちゃう何かが、もうそれこそあの猿のシンバル叩くおもちゃが目の前に来てガーンってやった瞬間ガーンみたいなノリでしょうよ。パツンパーンみたいなさのがあって、そういうのもあってあの V ブレードで、当然泳がせてもやっぱり音がねいいのよ。なるほど、うん、でフックはもう当然交換して、ワイドゲイブの針で番手もちょっと上げるのかなしてっていう感じでやってましたな。これはあのスプリットリング普通だけど、もうショートバイト対策でスプリットリング2連3連とかね。なるほど、やったりもしたね。そしてもう一個まだある、
傾向のこのチャートっていうのがとても私の中では極めて重要だと気になってました。俺の中の魚の色理論ですよ。とあるその魚を研究してた友人が、魚の色覚って完璧ではないけど、その人間でいうところの白黒の色覚に近い感覚があるんですよと。人間にとっての白黒からモノクロをイメージすると魚の色覚に近い感覚がありますよみたいなのを聞いた時に、チャートリウスって人間からは派手だけど魚からはぼやけて見えんじゃないかなと。なるほど、うん、だからシルエットがはっきりさせたいシチュエーションだったら当然黒とかでいいんだけど、チャートでぼやーっとなりつつもなんかカチーンとかなってたり、すごい波動でうわーっとなってたら、なんかなんだかなんだかって感じなんじゃねえかなみたいな。チューンしないとダメですか？いや大丈夫、うんうん、問題なく。え、これ使う？チューンしなくても釣れるよ。なるほど。それチューンして、これチューンしてます。あ、ですよね、はい、これはチューンしてますけど、けどぶっちゃけチューンせんでも釣れる。釣るだけなら。なるほど、はい。ただやっぱそこに裏付けとロマンを持たせたいなら、はい、チューンした方がやっぱりいいと思う。チューンドバド。チューンドバドだね、言いたいです。正直俺何も知らない頃は全くチューンもせずに普通にガバガバ釣ってたっすよ。しかも普通にバドワイザーって書いてあるやつとかで、はいはいはい、何も考えずに信じて投げてたら釣れるみたいなっていうね感じで。バドこれだ、はい、ちょっとデプスのバズジェットのボーンモデルです。ボーンモデル、はい。まあボーンじゃなくてもいいんですよ。たまたまボーンがあったからボーンを出してる。まあボーンはね、実を言うと、まあかつてデプスさんにお世話になってた時代があって、その時にまあ話のネタでバズジェットのボーンが欲しいですって言ったら本当に製品化されて嬉しかったなって思い出があって、それがあって未だに僕はバズジェットを使うときはボーンをよく使うんですけど。なるほど。どういうルアーになるんですか？まあまあ水押しも強いで、これはこういう色だけど、その光フラッシングになるようなカラーだとそういう光的なアピールも強いで、音もガラガラなるっていうで、そんでこのペラのカラカラもうサウンドもしっかりする、もうとにかくアピーリーで強いルアー。まあやっぱデカバスメーカーだけあり、デカバスを狂わせる何かがある、やっぱなんか強いルアーだよねっていう投げて巻くだけでトップウォーターの釣りが完結するから、釣りとしてイージーなわけですよ。でそのこれがその出た頃が、僕が関西に一時半分いて琵琶湖によく出てた時代なんですけど、もうこれしか投げないってぐらい、もうとにかく朝一、当時僕はアルミボートでしたけど、アルミでね、バーッと沖に出て、おろし物エビ物横をガラガラガラみたいな、ガブみたいな、もうシンプルに強い、うん、強い力でバスを釣る、呼びたいで、かつでかい魚を釣りたい、もう本当に狙うべきピンが決まっている。でもうでかいのしっかり狙いたい、もう本当にアピールを落としたくない場面で使うエクベイトが現状これです。速度域がやっぱり後から出すルアーよりもちょっと落ちるんですよ。早巻きするとやっぱ突っかかっちゃって跳ねちゃって破綻しちゃってとかってなるので、どうしてもやっぱスローな展開になるので、もう本当に狙うべき場所を決めてしっかり使う、しっかり投げる、しっかり巻くような場面で使う。未だに1軍
デカバス狙いなルアーかな。お、私の遺作になりますけども、親離れしちゃったこのノイジー。旧トリプルインパクトの105っていうのがやっぱ名作とされてて、あの三角ペラが後ろについてるやつかな、あの、板状の三角形、そう、早く弾けるってやつね、はいはいはい、あのあれがまあ一個名作とされてて、やっぱ自分の中でも名作なんですけど、でかつこのバズジェットも自分の中でやっぱ名作で、でその2つでやりきれるっちゃ やりきれるけど、もう一味二味欲しくて作ったのがこれなんですよ。で特にトリプルインパクトの105は良かったんだけど、その廃盤になってかつ中古市場でもすごい人気で、でもう手に入らない。だからバズジェットでいいんだけど、バズジェットだと早く弾けません。だったらもう早く弾けるやつ作るしかないわなっていうのがまず1個で、あとこの、まあ、ジョイントにしたのはいろんな理由があるんですけど、結局そのジョイントにすることによって、例えばバイトが出てポンって跳ね飛ばされました、だけど食い切れませんでした、これが一体もののルアーだとここでプカンプカン、まあ、これでもセカンドバイトあるかもしれないけど、ジョイントのものだとパーンって跳ね飛ばされてプカンプカンになってる時にこうやって動いてくれて、セカンドバイトのチャンスを少しでも増やしたかったっていうことで、かつまあ人によってはこの針3本いらねえわみたいな言われるんですけど、もうとにかく吸い込むようなちっちゃいバイトも全部取りたいっていう感じだから、早く弾けて、止めてる時もアピールできて、かつジョイントすることによってロッドワークで首を振ってテーブルターンができるわけですね。だからズボネチができるわけですよ、ズボネチが。なんでそういう感じで、ペラは A プロップからの発想を得て、でも A プロップ的なその精密な回転というよりは音とその音だね、チリチリ音を内側の穴の形を六角にしてチリ角を作ってチリチリ鳴らすっていう感じにして、でチリチリ鳴らすだけだったらもっとペラ大きくしてもよかったですけど、あくまでも早く弾いていきたいのでペラはそんなに大きくないっていう、そういうこだわりがあります。あります。線を引いてもいいし、一点での、そうだから、まあ言ったらもう全部60点の器用貧乏なルアーみたいな感じですよ。100点満点じゃ100点満点取れるけど、でもまあ全てをまんべんなくやりたいな。なぜならトップウォーターやる、まあ朝まずめとかっても時間的な限界があるじゃないですか。だからもたもたしてたらタイミングをロスしちゃう。1個で何でもできる、リトリーブでテンポよくやりつつ、いいとこがあったらそこに入れてズボネチしつつみたいな感じのイメージでね作ってましたけど、もう今廃盤になったみたいですね。まだ売ってると思うんで、新品でも見かけたら買っといた方がいいと思うよ。買わないと損するな。以上です。はい、ありがとうございます。では、4つ目ラストは、はい、ウェイクマジックエバーグリーン。もうこういう言い方したらあれなんですけど、最初の時点ではノーマークでした。ノーマーク。ノーマークなんですけど、やっぱ使ってみるとこれじゃなきゃダメな場面がいっぱいあって、まず1個、ウェイクベイトってやっぱ景気のいい釣りだから強いルアーに思えちゃうんですけど、弱いです。もうその弱いんですよ。もうバズジェットとかノイジーとかトリプルインパクトに比べると圧倒的に弱い。だから
擦れてるっていうか、そのセレクティブな魚でも結構食ってきてくれるっていうことで、それは波動の弱さもそうだし、サウンドもド派手なバリバリした感じでもないし、うん、水押しもスルッと逃がす感じの弱さがあって、いい弱さがあって、もうこういう琵琶湖のホッコみたいなクリアでベイトフィッシュがいっぱいいて、バスがベイトフィッシュに依存しててみたいなフィールドですごくマッチするですね。だから特にやっぱ今琵琶湖をベースにして長浜スロープから出してますけど、長浜のローカルの人とかもうほぼほぼこれですよ。もうこれこのルアーに対する信頼度の高さたるや、で僕ももう釣れるルアーだなっていう認識はあったんですけど、その時点では。でもそれローカルの人たちと一緒に釣りしたり喋ったりしてる上で、もう本当にこのウェイクマジックのなんて言うんだろうな、その無双感を痛感して、今ではなくてはならないルアーになりました。ただ巻きです、基本的には。チュップチュップではない、チュップチュップでもいいのかもしれないけど、基本的にはただ巻きで、結構軽快なスローめというよりは、結構早めに巻いた時に水を結構そんなに噛まないからさらーっとくるわけですよ。オブルなのか、こうパタパタ倒れるロール系なのか。ああ、もうでもオーブンロールだね。うん、はい、オーブンロールだけど、その水の押しの弱さがやっぱりそのいいのかな。ただ動き自体はまあこうやってこういう感じで派手じゃないですか。でサウンドも言っても波紋も出るし、ちっちゃい軽いながらもカラカラってなるわけですよ。だけど多分魚がそのルアーに近づいた時のなんか恐怖心というか違和感とかっていうのが、他のウェイク系よりも多分弱いんだと思います。スイッチを入れるっていう言い方をする人もいるんですけど、スイッチを入れるっていうよりは最後まで騙しきれるっていうイメージが強いですね。最後まで餌だと、うん、餌というか、なんかその変なあみたいな躊躇せずにいける感じあるじゃないですか。我々もなんかグイ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 来る女性がいたとして、途中でちょっとこれ詐欺かもしんねえなみたいなね、積もたせかもしんねえなみたいなあるじゃないですか。だけどそれが最後の最後までうまいこと絞り取られるみたいなね、そういうところですよこいつは。ああいう霞ヶ浦的なとことかで、魚がもうウキウキの時はいいけど、魚がある程度ちょっと下のところから呼びたいなみたいなシチュエーションでは、こっちとかこっちの方が、あとトリプルインパクトの方が呼べる気がしました。透明度がちょっと必要な感じですか。そうだね、透明度があるところで強さが出るっていう感じ。何でも釣れる魚は当然いるから、それは別にどれでも多分釣れるんですよ。ただ透明度が高いところで最後まで騙しきれるルアーだなっていう認識があるので、ぜひ琵琶湖ホッコに来られる際には1個持っとくといいかもしれませんっていうね感じ。では以上今回の名作ルアー紹介終了ということで、いいのかなこんなので。長尺で喋っていただいて、いやまだこれ、まあ、前回の4回分と合わせてもまあ氷山の一角、そうなんですよね。いつ終わんのっていう感じですが、まあ、まあまあ一生終わらない。ただなんかね、バスって、まあ、他の魚もそうだけど、やっぱと全ての魚の中でやっぱり一番いろんなルアーに食べてくれる魚だと思うんですよ。なのでその中でやっぱ釣りたい気持ちがあるから、釣れるって言われてるやつに手を出すのは当然まあいいんだけども、でも
いや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 、こっちでも釣れますよみたいなのがあるのであればね、いろいろ試してみるといいんじゃないかなと思ってみたり思ってみなかったり。来た。よっしゃー。一番俺が得意なやつでぶっといのが